6月中旬、晴れ時々曇り、一時小雨がぱらつきましたが、最高気温29度ぐらいまで上がった蒸し暑い一日でした。この日、一匹の女王アリを採集しました。体長は約5ミリ、毛アリの女王などにもシルエットは似ていますが、より細長く、体の色は真っ黒で、光沢があり漆黒という感じですね。腹部の節の部分にやや白いところがあり、縞模様のように見えます。このアリはルリアリの新女王です。カタアリというアリの仲間に属していて、シベリアカタアリやヒラフシアリ、コヌカアリなどと同じアリのグループです。綺麗な女王アリですよね。よくよく調べてみると、ルリアリは6月から7月の朝に、結婚飛行を行う種類ということで、採集した時期や時間帯もマッチしていました。採集した新女王は試験管で管理をすることにしました。試験管をコルク栓で塞ぎ、縦置きにした状態です。床面がコルク栓という状態ですね。結婚飛行から5日後の様子です。ルリアリの新女王は、元気に過ごしています。採集して間もなく、腹部も結構大きくなったような感じで、状態が良さそうですね。それでなかなか伝わらないかもしれませんが、結構この女王が肩アリ顔をしています。肩アリの仲間ヒラフシアリやシベリア肩アリなど、みんなこういった顔つきをしてるんですよね。これは毛アリなどの山アリの仲間とは違った顔つきです。そして女王の奥に、卵が2つ見えますね。採集から5日後、産卵を確認しました。結婚飛行から1ヶ月半が経ちました。ルリアリの新女王は依然として元気に過ごしています。この間は、2週間に一遍程度栄養補給のために少量の蜜餌を与えていました。蜜餌で栄養を蓄えた女王は、どんどんと卵を産み、幼虫たちがすくすくと成長していきました。この段階ではすでに、幼虫というよりは多くがサナギになっています。サナギの形態は、どうやら繭を作らずに直接、羅葉になるようなタイプのようですね。また、後続の幼虫も大きく育ってますし、追加の産卵も、確認できますね。結婚飛行からはちょうど1ヶ月半ぐらい、結構順調ではないでしょうか。さらに1週間ほどが経ちました。見ての通り、初ワーカーが誕生しています。タイミングは、結婚飛行から1ヶ月と、3週間ぐらいでしょうか。2ヶ月弱ですね。とても順調な、経過をたどって初ワーカーの誕生まで至りました。小さく可愛らしい初期ワーカー、とても小さいですが、やっぱりあの光沢が目立ちますね。ここがやっぱりルリアリの、一つの特徴なのではないかなと思います。でたった1匹のワーカーですが、ちゃんと、幼虫たちの世話をしてますよね。女王も世話してますね。女王とワーカー2匹で世話を行っています。コロニーの成長は、至って順調です。幼虫やサナギの数を見ると10匹ぐらいまではすんなりいきそうですね。そうなってくると、きちんと初期コロニーが立ち上がるということで、このコロニーの飼育数についても、またちゃんとしたものを用意したいなと、考えるようになりました。ではまず、ルリアリがどういった場所に生息しているのかを確認したいと思っています。これは倒木の樹皮をめくった時に、その樹皮の下に巣を作っていたルリアリを観察した時の様子です。
ルリアリは一般的に枯れ枝や朽ち木、石の下などに巣を作るとされているようですね。また、野外で実際に、ルリアリの巣を確認したことがあるのは、このように倒木の樹皮の下や、枯れ竹の中でもコロニーがあったことがありますね。また、切り株の根元付近に、出入りしているのを見たこともあります。枯れ竹ということであれば結構乾燥した環境が想像できますが、切り株の根元だと逆にあの土の中なのかなという感じもして、湿度がある方がいいのかない方がいいのかちょっと、どっちとも取れるような感じですね。この時観察した頃にとても立派なコロニーでした。サナギはほとんどが新女王のサナギですね。とても大きなサナギばっかりです。それからワーカーには、腹部に弱い金属光沢があるという表現をされていて、この部分がルリアリという名前の、あの由来なのかなと思ったりもしているんですけれども、そういう美しい、小さなアリですね。ということで、ルリアリの生息環境の一つを見ていきましたが、どっちでしょうね。樹上種のように乾燥気味の環境を好むような感じもしますが、実際はどっちでしょうか。こんなものを作ってみました。手のひらサイズのポリカーボネートケースに、床面に石膏が敷いてあって、いくつか、アリの居住スペースが見えますね。で、上の部分は、これバルサ材という木材を使っていて、彫刻刀で、アリの居住部屋を3つ、掘ってあります。部屋同士は、一応通路が掘ってあってそこでつながっています。ベニヤ板ぐらいの薄さといえば分かりやすいでしょうか。とても薄い、木材ですね。で、それを、接着剤で、ポリカーボネートケースのですね、蓋の部分に接着してあります。で、これ白いのは脱脂面で、床面と、接することができて、アリが上り下りしやすいように、つけてあります。で、こっちの、下のケースですね、基本は石膏巣になってるんですけれども、見ての通り3つですね、小さなスベアが、つけてあります。これも全部石膏で作ってあるんですけれども、ちょっとルリアリを、想定しているので大きな、スベアではなくて、こういうこじんまりした、すっぽり収まるサイズがいいかなと思って、石膏でこういうのを作ってみました。で、この不思議な、飼育生何をしたいかというと、ルリアリがですね、どういった飼育環境が、好みなのかというのを探るためにこの木製の、スベアと石膏のスベアを組み合わせて、どっちにでも好きな方に入れるようにという、仕組みにしてあります。で、もし土中種のように、加湿した環境の方がいいのであれば、おそらく石膏の、スベアの方に行くであろう、ことが予想されて、もしくはこう樹上種のように、より乾燥した木材の、スベアなんかの方を好むようだったら上の、この脱脂面を通ってですね、上の、木製のスベアの方に入るのではないかと、予想しています。で、どちらに入るかで、ルリアリがどういった飼育環境の方を好むのか、そういったものを探れるのではないかと思っています。この後、ルリアリが入った試験管の巣をこの新しい飼育巣につないで様子を見ました。そして、新飼育巣をつないだ翌日、早くもルリアリの引っ越しが行われました。ルリアリが選んだのはご覧の通りの木製の、乾燥した巣部屋でした。新しい巣をつないで翌日なのでかなり早い引っ越しでしたね。即決でこの部屋に決めたようです。引っ越しから2週間ほどが経過しました。ワーカーは8匹ですかね、ワーカーもだいぶ増えました。
で、ルリアリたちは引き続きこの木製の、スベアの部分をお気に入りとして使ってくれています。巣のスペースなんかはどうでしょうか。一応ですね、以前に観察した、倒木の樹皮化、この薄っぺらい空間をですね、今回ちょっとイメージをして、このスベアを作ってみたんですが、ルリアリのサイズにもちょうどいいみたいですね。ちょうどこう広すぎず、狭すぎず、とても薄いあの木材なんですけれども、小さなこのルリアリには全く問題のない広さです。給水に関しては、もちろんシークスの方に直接、給水はしていなくて、水の入ったチューブをケース側面につないでいるという感じですね。やはり倒木の樹皮の下や、それから枯れ竹の、カラカラに乾燥した環境からも、コロニーを見つけているので、やっぱり乾燥の環境ですね、そちらの方が好みなのかもしれません。さあ、巣の中を観察してみましょう。女王もワーカーも元気そうですね。でやっぱりワーカーがたくさんいると、コロニーの中も活発に見えますね。とてもいい感じです。幼虫が結構プリプリなんですよね。ルリアリの幼虫ってこういう感じになるんですね。それから女王も多分また卵を産んでますよね。以前よりも、小さな幼虫も増えてます。このまま順調にいけば、どうですかね、20匹は軽く超えそうな感じですよね。ワーカーの数が今ワーカーと女王が栄養交換してます。コロニーらしくなってきましたね。それからこれ分かりますかね。コロニーが入っている部屋と隣の部屋を結ぶ通路の部分です。よく見ると、アリたちがおそらく削ったんですかね、木くずで通路の部分を蓋しています。よくこういうの作りますね。今スベアが3つあるんですけれども、コロニーの規模的に、女王1匹ワーカー8匹という規模なので、1部屋に収まっちゃってるんですよね。なので、余分な2部屋目3部屋目のスペースがいらないということで、こういうふうに蓋をして、自分たちだけの、快適なスペースにしてるという感じですね。おそらくコロニーの規模が発達してきたら、この通路の、蓋を取り除いて拡張していくんだと思いますし、もしくは餌を探しに行くとき、こういったときにも通れる、程度の、隙間は空いてるんじゃないかなと思っています。この2匹は通路の番をしてるんですかね。面白いですね。今ワーカーに運ばれてきた幼虫、これ背中の部分になんか突起みたいなのがありますよね。天井に今貼り付けられたんですけれども、アリの種類によってはこう背中などに、こう壁とかにくっつくための吸盤がついてたりしますよね。ルリアリもそういうパターンなんでしょうか。この飼育室に入ってくれたことでルリアリのいろんな姿が観察できてますね。とても面白いですね。ルリアリのコロニーは、木製の飼育室の方を気に入ってくれたようです。逆に、石膏で作ったスベアの方は使う気配がなかったので取り払ってしまいました。代わりに、あと3部屋分ですね、木製の部屋を、追加しました。現在は、この下のですね、真ん中の部屋を、主な、スベアとしているんですが、この追加した3部屋も含めてまたコロニーが大きくなってきたら他の部屋も使ってくれたらいいかなと考えています。ということで今回は、ルリアリの新女王採集からコロニーの立ち上げ、そして簡易的な試験観巣から、長期的な飼育室への引っ越し、この様子をお届けしました。今回は、ルリアリの飼育環境がどういったものがいいのかというのを探る上で石膏巣と木製の巣両方を用意してルリアリに選んでもらうという方法をとってみました。最終的にはルリアリは木製の巣を選びましたね。石膏巣に比べるとより乾燥した環境になります。
また、野外でですね、実際にルリアリのコロニーを観察した経験を踏まえて、樹皮の下というですね、薄く狭い、スペースというのを再現したような巣部屋になっています。今のところ、スペースの大きさ的にも、木材という巣の材質的にもルリアリは落ち着いているように見えます。もう少しワーカーが増えたところで、おそらく越冬の期間を迎えることになると思いますが、まずは越冬までの期間、コロニーが元気に過ごしてくれるように、管理を続けていきたいと思っていますし、また来年に向けて、コロニーがさらに発展してくれることを願って、この木製の巣での観察を続けていきたいなと思っています。では、今回は以上で終わりになります。ご視聴ありがとうございました。